テルサジャム。そう、ジャンハイがまずカウンターして 6P は飛んでかわす、 2K で抜けて 2K 足前から 2K が下組が来るからタッチパンで落とす、キエンス 6P 昇竜拳テイク、昇竜中段から着地昇竜を打っている、下段ガード竜神が飛んでくるが、ああ拾えるんだ、移動技だということですね。下段溜めて2連起き上がるから直が直が勝利当たらず、さあこれはそのままワンコン殺し切って1本目テルサジャム。テクダッシュを空投げして 6P 飛んだところを捕まえる、6回からガンガン横に押していく、溜めてゲージはある、近づいてきたところは昇竜で追い返す、ミサル当たって突進、あーっと突進の向け敵で、そして昇竜対空取り返す、ガクロボを最初ラウンド、ジャハから画面端持っていく、ロッピー対空、さて下段で固めていって逆の画面端まで持っていく、ポチフトテル昇竜拳 KSPSKS ハイスラまで昇竜、青が出ないかが2敗も届かない、 FB キャップカウンターから割り込んでいく、立ち配 6P3 発勝ったな、ガクロボこの昇竜の投資率はやばい。スピガワ中堅ボブグリフ、ロボグリフ、ロピテクから近づいてってジャンペースハイからバスト、さあ裏に回っている、投げてるのはクリフ、立ち合いまで一旦画面端、ミサイルをばらまきつつジャンプリーで接近する、さあコマ投げはバックステイ、エンエスに入り、リフレックスロア、そしてバックステイに引っ掛けて勝利で返す、着手に行け、タッチパンからバックス引っ掛ける、バースト読んで立ち入り、キンエスが入らない、体力リーダーローブ押さえつけて手だから割り込んでいく、知っている、投げ返す、さあジャンペースから残りドット、腰腰年寄りだった、1本目ガクロボ、総合画面端下段頭蓋線からバソジャンプ系、これは投げが抜けている、さてジャンプです、ジャンプ前から投げて、さあ S ハイ PS ハイ FB 方向失笑とし、ギリ奥上がりで回避して下段ガード割っていく、画面端を持ってって足場で返すが、頭蓋の2段目が当たってるが、赤からそのままつなぎって取り返すボブクリフ、最初のと対戦すら駒投げ通してキンエス 6P 画面端裏のジャンペース、ミサイルからコパンが早い、さあ画面端固まるが馬で抜けていく、馬ノーマルヒット、線の線からタッチ系返していく、
ソウルサバイバー打ってカウンターしてる、立ちハイ、禁止、軽ハイ、まだ残るバスを、ドッコリドット挑発出してた。勝ったのはガグロボ。スーピガワ大将ハメンジュ、開幕ミケルからまずはボム3つ。さあ消しては溜めて、消したら溜めてを繰り返して、突進はガード間に合っている、バックスかしてジャンベスカウンター、バーストガード、エースミサイル、ミサイルが出ないか、ゲージがない、突進カウンターからタッチハイ、青 K ミサイル、 K ミサイル、ジャンハイ昇竜2敗でビヨって爆発して6ピン届かず、タッチ K5 番のニース、1本目ガクロボ、あゆちターンはロボ、ジャンハイカウンターから円安足払い、さあボム巻いて、ロボはミサイル巻いて、さあミサイル当たっている、ジャンディで抜けてミサイル2回、突進では抜けられなかった。さあ依然シューティングが続く、体力差も開き始めた、ブレードガードエースハイからコパンガバレ通る、さてこの状況かなり厳しい、ガードバランスも溜まってきて残りドット、なんとか突破口を見つけたいが、くぐり切れず取り返すハメンチュ最初ラウンド、さて再びボム巻いてミサイル巻いて、レベル2ミサイルが当たっている、突進ガード、6P ガード離れて、これは空中投げ、バックスが走っている、馬を出したがボムの方が速い、エースハイから画面始まっていく、様子見タッチパン、つながっている、ダメダメまでつないで、タッチ系青、タッチハイ青が当たらず、バストは青、ジャンベースからタッチハイまだ残る、残りドットだが最後はレベル2ミサイルに当たっていった。勝ったのはガクロボさん立て、優勝はサトゥージョニーアイン会ガクロボのチームです、おめでとうございます。はい、というわけで本日の優勝チームはガクロボサトゥージョニーアイン会チームです。ガクさん今日全勝らしいんでね、おめでとうございます。全勝な何勝したの全部で、やばい、はい、というわけでお疲れ様でした。ね、ちょっと狭いんですけど、来週水曜木曜にノワール筐体が新しく液晶いきます。で今ちょっと光ってる青い筐体あるじゃないですか、キラー筐体、そちらの方が多分ノワールに変わると思いますので、ノワールってこれね、この筐体に変わると思いますので、お楽しみにということで、ね、しかも3セットに増えますが、ちょっとこの天井付近はね、このまんまになってしまいそうなんで、このままとかこれより一回り小さいらしいんですけども、ちょっといろいろ考えてレイアウト組みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。